お絵描き講座パルミー。表面化産卵っていうのを描きたいと思います。表面化産卵。自分の描き方はものすごいざっくりしてるんですけど、適当にこのカラーサークルから彩度高めの、そうですね、右上ぐらいのこの赤い色を選択して、うんうん、光が当たってる部分とこの影の部分の境目にこんな感じでざっくり色を入れてやります。こいつをぼかします。こんな感じで、あ、そうですね、光が当たってる側はぼかさずに、うんうんうん、影の部分だけぼかしたら、このままだとすごい違和感があるので、なんで、不透明度を下げてなじませます。オンオフ、はい、オン、そう、こんな感じで。本当だ、はい、これでまあ完成です。首から下のお腹周りの肌を塗っていきたいと思います。はい、最初に影描いたんですけど、そうですね、一番最初にね描きましたよね。はい、ただちょっと一旦基本の肌色で塗りつぶしてその影を消しちゃいます。こんな感じで今ちょうど首から下の部分の影ですかね。はい、でさっきまで描いてた影は、顔が落とす影と、うんうん、まあ、胸から落ちてる影だったんですけど、まず一旦顔と胸の影響を受けない、純粋に上から光の影響を受けた影をこの体に描いてやった後に、うんうん、定山でさっきのこの影ですね、お、これを重ねて描いてやります。はい、はい、そうした方がまあ描き方としてはその整理されて分かりやすいかなと思いますので、うんうん、はい、はい、そんな感じでちょっと描いていきます。基本の肌色でまず塗りつぶしちゃいます。上から光が当たっているので、はい、この鎖骨周りも明るいんですけど、うんうん、この胸の部分は上から光が直にというか、まあ、うんうん、ほぼ垂直に当たるのでこっちの方が明るいっていうのをこんな感じで表現します。あ、なるほど、はい、あばらがこうあって、であとですね、肩の部分、ここもそうですね、若干、デコルテの部分より若干出っ張ってるので明るくします。じゃあ、そうですね、ちょっとこう前に出てるような感じもしますもんね、はい、ここにも光が当たってるっていうことですね。そうです、うんうん、こんな感じですね。次に、今腹筋周りとか肩とか書いたんですけど、うんうん、こういうその凹凸がはっきりしてる部分はこのままでいいんですけど、はい、そうじゃなくて、まあ、滑らかになってる部分もこんな感じでぼかします。あ、今これ陰影というか色の境つけたところをぼやかしてるんですね。はい、うんうん、ですね、このラインはこういうライン、はい、この部分に関しては、凹凸がはっきり出るのでこのままでいいんですけれども、この辺はそうですね、なだらかな、なるほど、両サイドとも、まあ、はっきりした線だとそこだけボコッと出てるように見えちゃいますもんね、はい、そうです、そうです、うんうん、角度がまあ緩やかなんですね、こっちの方が、はい、ここはまあきついと若干、うんうん、なんで凹凸の差があまりないところに関してはまあぼやかすということですね。はい、そうです、本当だ、